ここからですね、雨土をなびかし、鬼神の心を和らげ、よろずの者の根の内に従いて、悲しみ深き者も喜びに変わり、卑しく貧しき者も高き世に改まり、宝に預かり、世に許される類を借りけり。まあ、大変なことですね、音楽でも。この金のことというのは、誠に、本格的に定まった通りに、その、演奏法を学び取った昔の人はと言ってるところ、今の人はダメだという言い方なんですね。昔の人は、それによって、雨土をなびかし、鬼神の心を和らげ、この言い方は、古今和歌集の序文に、ある有名な言葉、力をも入れずして雨土を動かし、目に見えぬ鬼神をも哀れと思わせるのは歌の力であるというふうに、古今集の序文に書いてあるわけですが、これも、中国の司教の序文を引いてこういう言葉が出てきたんだと言われてますが、しかしとにかく古代の日本人たちは和歌というものがそういう力を持っているものだと、日本では和歌がそういう力を持っているものだというふうに、平安時代の初期から中期あたりの人々は思ってたわけですね、信じてたわけです。そして役も立つ出雲八重垣、妻ごみに八重垣作るその八重垣をというふうなのは、スサノオの神が自ら串灘姫との結婚を祝福して、神その方が神自身が読み出されたんだというふうに、信じてたわけです。これは割合の後まで役も立つの歌がスサノオの口から読み出されたんだというふうな真珠説、神から授かったものなんだというふうな信じ方は近代の初頭まで続いていたと言ってもいいんですが、とにかくこういう音楽の伝統に関しても、音楽の技術に関してもそういう意識を古くから日本人持ってたんです。で、よろずの者の根の内に従いて、悲しみ深き者も喜びに変わり、卑しく貧しき者も高き世に改まり、宝に預かり。結構なことですね。現代にこんな御利益があったら、もう政治家たち一生懸命で、なんか、楽器吹いていればいい。世に許される類を借りけり。この広い世の中に認められる例が多かった。たくさんあったことだ。で、これが平安朝の、源氏物語の頃、すでにあったと、断定していい。ただ今我々の見ているうつぼ物語、まあこの字を書きますけれども、うつほ物語、あるいはうつぼ物語、濁音でも言います。うつぼっていうのは中の中空の空っぽになった入れ物、器ですね。その中に物を入れる、あるいは矢を入れたりする。その、うつぼなもの、空っぽ、中の空っぽな器には必ず魂が宿るわけです。
古代の考古学の研究の対象になっているあの大きな亀、人間一人ズボッと入って、その背丈よりも高いような大きな亀がありますよね。あるいはあの青銅の大きなこう楽器だと言われているあの器がありますけど、いやパッと出てこない。あれなんかもおそらくあの実用の道具というよりはその大きな中の空間、そこにものを満たす、その満たすものの一番大事なもの、それは魂だったわけですね、だったはずなんですね。それがまあだんだんこう時代が下ってくると実用的に使うようになって、水だとかお酒だとか穀物のようなものをこう入れるようになりますけれども、そんなふうになってくるとあんまり大きなこう、ね、人間の背丈よりも大きなようなものはだんだん使いにくくなるから、もう少し扱いやすいものになっていくわけですけれども、あの古代の大きな中の空間を保っている器、あるいは自然にできた木の洞穴、あるいは岩が自然に水でうがたれたりしてできた中空の空間ですね。そういうところは魂の宿るところだったわけです。だから渦穂物語ってものもそういう魂の宿りのことと関連のある言葉なんですけど、この渦穂物語っていうのは四代にわたる長い長い、まあそれが源氏物語なんかと比べると非常にあのきめが荒いのですけれども、あるいは荒唐無稽な話がこう入ってきて、源氏物語のような緻密さは全くないのですけれども、読んでみれば部分的にはなかなか面白いことも書かれている20巻の長編物語です。で、今我々が見ているあの20巻がそのままあの平安朝の時期にあったかどうか、それは断言できませんけれども、つまりかなり長い年代にかけて手が加わった。なの昔みたいに著作権、あの昔は著作権なんてありませんから、原作者のものを何も著作権を主張するわけはないので、物語は書き継ぎ書き継ぎ書き加え書き換えしていくものなんですね。源氏物語ほど卓越した形でできてしまうと、もうちょっと他のものが手をつけるわけにいかなくなる。それでも、後の人が付け加えたものがあるわけで、宣長さんなんかもそれやってるわけですけれども、ましてあのうつぼ物語なんかは、かなり新しく加わった 部分が後世にあるはずですけれども、しかし大体今 の構想と同じようなあらすじの形のものはすでに紫式部さんも、あるいは清少納言なんかも読んでたらしくって、その中に出てきますから、でこれは四代にわたる音楽伝承を伝えている血筋の話なんですね。そのまずあの年影という人面のあの旬、それから、上に草が無理のついた影です、陰影の影ですが、その年影という人物が、まあ、大変な不思議な
才能を持ってるわけですか、振動としてのなんか不思議な力を持ってるわけですか。遣唐使として唐へ渡って、そして唐から、まあ、漂流して、しばしばあの頃は海が荒れて、そして思いがけないところへこう漂流するわけですが、そして八国という、国へさらに唐から渡って、八国の八は波という字に、それからこの八国へ渡って、そして金のことを引く技術を何人かの人から学ぶわけですね。そして、金のことの名手となるわけです。そしてあの阿修羅、仏像五字の神である阿修羅なんかとも巡り合っているわけですが、そういうあの非常に、まあ当時の海外のこの知識というよりも、海外の国々連想をこう広げていった空想的な要素の非常に多い体験をしてくるわけですね。そしてまた不思議なその大木、大きな材木、霊的な力を持っている材木を得て、それで三十のことを作る。そして そのことを演奏すると天女が下ってきて、共感するというふうな、その演奏に感動するというふうな不思議な力を持ったこと、それを持って日本へ帰ってくる、帰朝するわけです。そこからその楽器を演奏する、ことを演奏する不思議な霊妙な力というものを持った系譜が始まるわけです。まずそのウツボの年影の漂流譚、そこから物語が非常にスケールの大きな、そして、空想に満ち満ちた形でこう始まっていくわけです。そしてその年影が得た、特殊な音楽の才能っていうものが、その娘、さらにその娘の産んだ子供、いうふうにこう代々伝わっていく。そして、いろんなこうそのことによってまた波乱が生じるわけですね。争いが起こり、戦になり、そしてそれをまた戦、敵が攻めてくるときに、ことを断層すると、演奏すると山が崩れたり嵐が起こったりして、その敵を調伏することができるとか、年影からその娘、それから孫の中忠、さらにその源の涼、涼しいという源の涼しいいうものに四代伝わっていく神秘的な
音楽の才能の血脈をテーマにして書いている小説なんですが、それをおそらく心に持って誠に後のままに尋ね取りたる昔の人は本当に定まった通りにその楽の演奏法というものを学び取った昔の人はその力によって雨土をなびかし鬼神の心を和らげよろずの者の根のうちに従いて悲しみ深き者も喜びに変わり卑しく貧しき者も高き世に改まり宝に預かり世に許される類を多かりけり広く世に認められる者が多かった